アファームド、アファームド、1975年2月21日から2001年1月12日とは、アメリカ合衆国の競争場である。アメリカ三冠など G1 競争14勝を挙げ、ケルソの持っていた、収得賞金の世界レコードを更新した。20世紀のアメリカ名馬第12位、ブラッドホース九1978年、1979年。 エクリプス少年度代表判。アファームドは1975年2月21日、アメリカ合衆国フロリダ州のハーバービュー牧場で生まれた。同牧場はアメリカの生産者リーディング種を2度獲得した有力な牧場であったが、経営者のエル・ウルフスンは、アファームドが生まれた2年後に競争場生産はリスクが大きく割に合わないと判断して、 競馬会での活動を縮小し、牧場を売却している。1977年5月24日、ベルモントパーク競馬場でデビュー。単勝オッズ15.3倍と人気は低かったが、勝利を収め、6月15日にユースフルステークスに出走。このレースも勝利し、連勝を飾った。このレースで、アファームドは2番人気であったが、1番人気は、 アリダーという名の競争馬だった。アリダーはアメリカ三冠をはじめ数々のレースでアファームドと対戦することになる。この後アファームドは7戦5勝、G13 勝という成績を挙げたが、7レース中5レースでアリダーと対戦し、3勝2敗という対戦成績を残している。アファームドはエクリプス賞の最優秀2歳母場に選出され、 アメリカの2歳フリーハンデではアリーダーより1ポンド、重い126ポンドで首位に格付けされた。年が明けて間もなく、ウルフスンのもとに、アファームドを800万ドルで購入したいという申し込みがあった。ウルフスンは、アファームドは、年度代表馬を生産するという夢を叶えてくれそうな、歳の馬だと言って、申し込みを断った。アファームドは、カリフォルニア州で冬を越し、 3月8日にサンターニタ競馬場で復帰した。復帰戦を勝つと G2 サンフェリペステイクス、G1 サンターニタダービーも優勝。4月16日にはハリウッドパーク競馬場で行われたハリウッドダービーも勝ち、2番人気でアメリカ3冠第1戦のケンタッキーダービーに出走した。1番人気は年明けから G1 を3連勝し、 前走のブルーグラスステークスでは2着馬に13馬身の基礎をつけて優勝したアリダーであった。レースはアファームドが2、3番手を進みアリダーが最高峰に位置する展開となった。直線で先頭に立ったアファームドはアリダーの追い込みを1馬身半差しりぞけて優勝した。アメリカ3巻第2戦のプリークネスステークスでは2頭の人気は逆転しアファームドが1番人気。 アリダーが2番人気に支持された。レースは、ケンタッキーダービーと同様前方を進むアファームドを、アリダーが最後方から追い上げる展開となり、アファームドが追撃を首差しのいで勝利を収めた。第3戦のベルモントステークスでは、スタート直後から先頭を進むアファームドをアリダーが一番進行方から追いかけ、アリダーが直線の入り口で並びかけてからゴールまで激しい。 競り合いが繰り広げれたが、頭差でアファームドが勝利した。この勝利によりアファームドは、前年のシアトルズルーに続き、史上11頭目のアメリカ三冠馬となった。8月に入り8日に、G3 ジムダンディステークスを勝った後、19日に G1 トラバーズステークスでアリダーと対戦。アファームドはアリダーに千葉新3、4の差をつけて1位で入選したが、進路妨害により木に到着となった。 アリダーとの対戦はこのレースが最後となった。9月16日 G1 マルボロカップで前年のアメリカ三冠ンンバシアトルスルーと対戦。三冠ンンバが同じレースで対戦するのはアメリカ競馬史上初のことであった。レースでは逃げたシアトルスルーをかわすことができずサンバ審査の2着に敗れた。10月には G1 ジョッキークラブゴールドカップステークスで再び シアトルスルーと対戦したが、レース中に、蔵がずれるアクシデントに見舞われ、5着に敗れた。この年のアファームドはシーズン後半に勝ちに、恵まれなかったもののアメリカ三冠達成が評価され、エクリプス少年度代表場及び最優秀3歳部場に選ばれた。アメリカの3歳フリーファンデではアリーダーより1ポンド、重い136ポンドで首位に格付けされた。アファームドは、 ジョッキークラブゴールドカップステークスの後、カリフォルニア州で休養を取り、1979年1月にサンターニタ競馬場でレースに復帰した。初戦と2戦目の g にサンフェルナンドステークスに敗れた後、2月に G1 チャールズウェッチストラブステークスで2着に10馬身の基礎をつけて優勝。ここからアファームドは連勝を開始した。3月に G1 サンターニタハンデキャップをサンターニタ競馬場のダート2000メートルのコースレコードを記録して優勝。その後ハリウッドパーク競馬場へ転戦し、G1 カリフォルニアンステークスとハリウッドゴールドカップを連勝した。この時点でアファームドの通算収得賞金は203万ドルを超え、アメリカ競馬史上初めて200万ドルを超えるとともに、ケルソが持っていた世界レコードを更新した。 アファームドはハリウッドゴールドカップ出走後東部へ戻り8月中旬にアケダクト競馬場で引退式を行った8月29日にベルモントパーク競馬場で行われたエキシビジョンレースに出走し優勝した陣営はこのレースをステップに前年に引き続きマルボロカップへ出走しようとしたがこの年のケンタッキーダービーとプリークネスステークスを 勝ったスペクタキュラービットよりも4キロ、重い133ポンド、60.3キロの金量を、課されることを嫌って、出走を回避。9月22日に G1 ウッドオードステークスに出走。この年のベルモントステークス優勝はコースタルを破って、優勝した。陣営は10月6日のジョッキークラブゴールドカップステークスをアファームドの引退レースに選んだ。このレースで、 スペクタキュラービットとの対戦が実現し、レースでは先行したアファームドがスペクタキュラービットの追い上げを3、4馬身退けて勝利を収めた。アファームドはエクリプス少年度代表馬に2年連続で選ばれ、アメリカのコバボバフリーハンデで、首位、134ポンド。2位はアリダーの126ポンドに格付けされた。競争馬引退後は、 ケンタッキー州のスペンドスリフト牧場で種ボバとなった。複数の G1 カチューマを排出しているもののリーディングサイヤー10位以内に入ることは一度もなかった。一方同世代のライバルアリダーは1990年に北米リーディングサイヤーを獲得するなど優秀な守護場成績を残しており引退後の両馬は立場が入れ替わることになった。なお、アファームドは1987年にアリダーが つなぎようされていたカルメットファームに移り、アリダーが死ぬ1990年まで隣の馬房で過ごした。アリダーが死んで間もなく、カルメットファームは破産し、アファームドはジョナベル牧場へ移動。晩年は両前足を悪くし、2001年に低陽炎が悪化して安楽死の処置が取られた。1977年、9007章1978年、 11戦8章1979年9007章を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。